ぱりあの EV にしてまして、電池は全部床下に置いてあるので、床下のフロアの下に置いてあって、なので、あのまあ、エンジンコンパネメントとかコンパクトになって、こういったモノコールそのやはりこの大型のですね